いたいた。おい、ご飯。どうやら孫悟飯だけではないようだな。まったく、またクローンですか。いい加減飽きてきましたよ。孫悟飯を倒すのはこの私だ。あんな雑魚に獲物を奪われてたまるか。なんだご飯。なるほど、事情は分かりましたけど、本当に大丈夫なんですか。フリーザやセルと手を組むなんて。ほう、息子の方は多少はまともな考え方ができるようですね。手を組もうと言い出したのは孫悟空だ。今さらそんなことを言っても遅い。セルのやつはオラたちみてえに十分な力出せねえし、フリーザは中にいるやつのおかげで悪さもできねえんだ。大丈夫だって。リンクという技術ですか。どうしても納得いかないなら少し考え方を変えればいいさ。敵と戦いながら俺と一緒にセルとフリーザを見張ると思ってな。なるほど、そういうことなら僕にも協力させてください。しっかり聞こえていましたが、まあいいでしょう。そのくらいの警戒心も抱けないような間抜けは邪魔なだけですからね。
無駄に救援そろそろ協力してもらおう。この私にバリアを返す。どうまでしてやるか。出ていこうや。どこだくちゃな。あいつら倒して二人を助けんぞ。仕方ないですね。時間の無駄ですし、すぐ終わらせますよ。無駄だ。
なかなか賢い子供のようですね。誰が一番強いか分かっているようです。ちょっといろいろ訳があるんだ。それより二人に伝えておくことがある。実は今ものすごく強い人造人間21号ってやつを追っているんだ。だからお前たちはデンデのところに避難して。人造人間21号、やだやだ、避難なんてやだ。俺たちも戦いたい。大人ばっかりずるいよ。ずるいって気持ちはわかるけどよ、おめえたちを戦わせるわけには。なんでブーさんの時はよくて今はダメなんだよ。それを言われちまうとオラも強く言えねえんだけど。トランクス君、僕たちも戦えること見せようよ。よし、させればいいじゃないですか。戦おうが戦うまいが、弱ければ死ぬだけ。あ、足を引っ張ることなんてないよ。俺ってばめちゃくちゃ強いんだから。ならば好きになさい。ただし私の足を引っ張るようなら容赦なく消しますがね。この程度か。
バイオハザード地球ごと消えてなくなれ。
一人が自信があるのか、その子が殺してしまうと。父、あとは私とも、この私にバリーを。なかなかクローンが見つからないなんて一体どういうこと？あんなにたくさんクローンを作ったのにどうして？ひょっとしてフリーザたち、まさかこの短期間でここまでクローンを倒すとはね。あいつらがクローンを全滅させられる前にもっとたくさんのお菓子を作らないと。フリーザ、いつまでこんなくだらんクローン狩りを続けるつもりだ？まあクローンを倒すこと自体は無駄じゃないだろ。地球のみんなへの被害も抑えられるしさ。だが元凶である21王を倒さん限りいつまで経っても終わらんぞ。心配しなくてもクローンを始末し続けていれば必ず姿を現すはずだ。セル、なんかそう言い切れるっちゅうわけでもあんのか？21号は人間やクローンを菓子に変え食べることでエネルギーを吸収している。しかしその強さゆえ並のものを捕食しても満たされることはない。つまり戦闘力が高いもの以外は捕食対象にならないということか。求めるのは良質な戦士のみ。そしてあの様子から察するに奴は捕食衝動を
そう簡単に抑えられぬ。食うべきクローンがいなくなれば、必ず私たちを捕食しに現れる。私も同じ意見です。出会った頃と今の21号では強さが桁外れです。短期間のパワーアップを可能にしたのはクローンを捕食したせいでしょう。まあそれでもあの女は不満だったようですがね。時間は必要です。あの女はいずれ私たちの前に現れます。必ずね。21号はどこまで強くなってんかな。ちょっと嫌なやつだけど、叩けるって思うとワクワクすんな。貴様の出番はないぞカカロット。21号は俺が倒す。そりゃねえぞベジータ。だったらじゃんけんでどっちが先にやるか決めねえか。お前たちに順番など回らん。21号は俺が倒す。だったらセルよ、おめえも入れて3人でじゃんけんだ。やれやれ、こんな大変な時に戦う順番で揉めるなんて、いつもながら心強いよ。だがそうと決まれば残りのクローンも始末するぞ。